で、主にこの肩甲骨からね、ちゃんとこう血の巡りを良くして、血を行き届かせたい。そしてこうやって動かすぞって自分が意識した時に、ちゃんとこう体が思い通り動いてくれるようになりたいので、この辺が凝ってる人は、動かしていきたいと思います。はい。じゃあよろしいか。はい。じゃ立っていただいて、手をこう、はーっとこう開いていただいて、 親指がこう、ね、外向くように広げて,はてう深呼吸<う>、はい、もうこれだけしばらくやってくださいでこうぐーっと開きながら肩甲骨をですね 寄らせる手のひらを外側向かせる親指外側向かせると自然とこう背中が縮まるっていうかこの後ろの骨がギュッてなると思うんですけれどもああすー <laughs> はいもう本当にこれウォーミングアップとしてやっていただけるといいですよ で自分でちょっとこう背中の骨をさわさわ触ってみてください。ああ骨あんなーと。あ確かになんかこうやると動くなーみたいな。動いてんなーみたいな。確認していただいて、えー、いつもやってますけど手のひら開いて肩の上置いていただいて息吸って吐きながら、こう。なるべくこう。 大きく円を描くようにですねくるくると回してみてください。はい、で痛くない範囲でねもうすでにここで痛いっていう人は無理せずに各自自分ができる可能な範囲で構いませんので。 で寄せられる人はつけちゃってもいいこう内側に来た時にぐーっとこうつけてしまってまた外に行くでまたつくこの反対がはいそしたらジャミラやっていただいて肩グッと上げていただいて落とす上げる 落とす,上げる落とすウィスじゃあ次腕を回すなるべくここからここから腕つながってるんだっていうねことを思っていただいてこれ全体がこうらせん状に回るようにくるくるくると。 ちょっとね、周りにものがあるとやりづらいかと思うんだけれども、まあ、こういう使途だと思っていただいてともかく回すと。で意識としてもここからここまでつながってる。はい、できた人は逆回転。 でさっき言ったようにこのコンガとか叩く強いストロークをやる時でもやっぱり結局回転してるわけじゃないですか回線といってもいいけどでこれ両方とも使うんですね指系やる時でも大型系やる時でもあのもう物理的に血が巡るっていうこともそうなんですけどイメージが 重要だと常々思ってましてってっいうのはその個人レッスンとかしてるとその、ね、こういうふうに考えてみてみたいなこ,もうこ,ここまで腕だと思ってみてみたいなイメージを伝えるだけで結構変わるなってことを実感しておりましてなので <laughs> 理想的にはもうこっからねここまですべて使える状態にして。 早く動かしたければその動きをコンパクトにしていく強く強叩きたい時はその動きをなるべくこうリーチ長く取っていくっていうようなイメージができるとめっちゃ早いんだけどねっていうこの先の方へちょっと意識を向けていきたいと思いますえお化けの手を作っていただいて振るはいこんな感じで 揺らしてくださいでなるべくこんにゃくとかゴムとか軟体動物ぐにゃっとしたものをイメージしていただいてこうパキパキしないカチカチしない ふにゃらふにゃらふにゃらさせてくださいふにゃらふにゃらした人はこの振り幅をちょっとこう内側に振ってこんな感じでこう手を洗った後のね水をさっさっさとこう切る感じでこの振り幅を大きく振ってみてくださいつまりこういう軌道になります でこれも力入れなくていいんで楽にこうハー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 さっ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 ,ってな具合にやっていただいてじゃあんと終わりでございますお疲れ様でしたちょっと水でも飲んでください